リボニア王国は16世紀後半に現在のエストニア及びラトビアにあたる地域を領土として主張した名目上の国家。リボニア戦争中の1570年にロシアのツァーリであるイヴァン4世が傀儡国として建国を宣言したが国家としての実態を持つことはなかった。1570年6月10日、デンマーク王子のホルシュタイン皇マグヌスがモスクワを訪れ、 リボニアの王として退官した。彼はイヴァン4世を創始として忠誠を誓い、イヴァン4世はリボニア王国を自らの世襲財産とした上で、これを支配する特許状をマグヌスに与えた。マグヌスとイヴァン4世の間に結ばれた条約には、オプリーチニキの一人や、ゼムスキー、ソボルの代表アンドレイシチェルカーロフが署名した。この時点でロシアはまだ、 リボニアを支柱に収めてすらいなかったのだが、早くも将来のリボニア征服と王国建設を見越して、その首都をポルツァマー城とすることまで取り決められた。マグノスは2万人のロシア兵を率いて、モスクワを立ち、スウェーデンが支配するレバルの征服に向かった。イヴァン4世は、マグノスの兄である、デンマーク王フレゼリク2世の支援を取り付けようとしたが、失敗した。マグノスは、 レバルを包囲したが、1571年3月末に、攻略を諦めて撤退した。1577年、イヴァン4世に見捨てられ、兄王の支援も得られなかったマグヌスは、リボニアの貴族たちに、外国勢力排除を呼びかけ協力を求めたが、イヴァン4世に攻撃され、捕虜となった。マグヌスは釈放される際、リボニア王位を放棄させられた。その後、マグヌスは、 ポーランドの捕虜として、クールラント市橋領のピル天井で6年を過ごし、1583年3月に、ここで死去した。1583年にリボニア戦争が終結した時、かつてリボニア騎士団が支配していたテッラマリアナの大部分は、ポーランドの支配するところとなり、残るスウェーデン占領地域にエストニア公国が設立された。ありがとうございます。